はい、セブンサムライチャンネルです。前回に引き続いて今回は、V カットの説明をしていきたいと思います。 V カットはですね、これはウィングの選手が、ボールをもらいたいときに、スペースを作るために、作られた、カットです。で V はアルファベットの V字で、カットする、 V 字の、動きをして、パスをもらう、ことを目的としています。 V の動きですね。 V カットの説明をしていきたいと思います。はい、それでは前回と引き続き、スクリーンを使って、解説していきたいと思います。V カットなんですけれども、今回はここにパスを、狙う選手がいます。でまあ、ボールをもらいたい選手っていうのはここのウィングの選手ですね。ウィングの選手で、ウィングの選手が、まあ、トップもしくはちょっと、まあ、この場合ずれ気味ですけども、逆サイドのウィング近くにいる、ボールを持った選手から、パスを受けようとする、位置関係ですね。で、パスをもらいたいんですけれども、まあ、ディフェンスがどうなっているかというと、まあ、ちょっと近いと、ボールを直接もらうにはちょっとスペースがなくて、まあ、カットされてしまう、カット、この場合のカットは、パスカットですね。パスをスティールされてしまう感じの距離関係にいるディフェンス、これをなんとか振り切りたい、なんとか、スペースを空けてボールをうまくキャッチできるような位置で、パスをもらいたいと、そういった場合に V カットというのが有効になってきます。で、基本動作としては、こういう動きになります。まあ、この場合スリーポイントの外側に、まあ、選手がいるんですけれども、ペイントの近くまで押し込んで、で戻ってくると。でこの時の、動き方、この時のパスをもらう選手の動き方というのが V字、アルファベットの V 字に似ているということで、V カットと呼ばれています。まあ、ここのアングルですね、ここの角度が、しっかりと取れている、このしっかりと取れている V カットというのが、このディフェンダーにとっては、脅威になってくるわけです。まあ、どのカットも、共通していることは、パスをする選手と、ボールをもらう選手っていうのは、常にこう連携が取れていないといけない、まあ、コミュニケーションができている状況ですね。だからこの選手が、こういう動きをしてくる場合にちゃんとパスを、渡せる選手というのがこのポジションに来るというのを自覚していないといけないわけですね。まあ、タイミングが合えばここでパスがもらえるという状況が作れます。で、まあ、そうですね、ポイントとしては何点か、まあ、この選手に、ディフェンスが近いと、近づいて、フェースガード気味に、ついている、もしくは、ベタ付きの状態でいると、そういった場合にはですね、とりあえずこのカットダウン、カットダウンというのは、ペイントにまずカットダウンする。で、まあ、重要な点、この重要な点っていうのは、ここは接触が起こってるわけです。ディフェンスと接触が起こっている。
接触が起こっているっていうのは、相手を手で押してしまう可能性があるわけですね。手で押してしまう可能性があるっていうことは、まあ、審判によっては、オフェンスの、ファールを取られる可能性もあります。まあ、あからさまに押しているということが、まあ、審判によっては、まあ、厳しめの審判ですね。そういう場合には、オフェンスの、ファールということが取られる可能性があるので、なるべく、まあ、NBA とかでも、カーメル・アンソニーとかよく、そういう光景がありますけども、手を上げて、相手と、例えば、パトリック・ビバリーのような選手が、ベタつきでついていたとしても、手を上げて、自分が押していないよということをアピールしながら、カットダウンして、ゲットオープンですね、ゲットオープン、ここに、戻ってくると、そしたら、パスが通りやすいということがあります。ということで、まあ、注意する点としては、オフェンスチャージングにならないような接触、それがポイントになります。で、カットダウンしてからオープン、ゲットオープンになって、パスをもらった瞬間ですね。パスをもらった瞬間に、まず、ここで、ボールをもらう選手、必ずしてほしいことがあります。それは、スクエアアップ。スクエアアップ、どういうことかというと、リングに対して正対する、体がこっちを向いているんじゃなくて、リングの方ですね。ボールを受けた時にこっちを向くんではなくて、こっち、リングに正対した、スクエアアップのポジションを取ってください。これはまた非常に重要。スクエアアップしているしていないかで、トリプルスレッドのポジション、ゴールをリングに、いつでも攻撃できるぞっていうような、ポジションを、パスを受けると同時に取れるとか取れないという、取れる、パスを受けたと同時に取れるか取れないかということで、そこで一歩の動作が遅れる、遅れない、そういった差が出てきます。また、フェイク、シュートフェイクなどの、ポジションを取るのにも非常に、重要な、タイミングになってきますので、スクエアアップ、これは必ず、忘れないように、してもらいたいですね。はい、そういうわけで V カットということなんですけども、以下の点、重要な点3点、おさらいしますけども、カットダウン、カットダウン、そして、ゲットオープン、ゲットオープン、そして、リングに向かって正対する、スクエアアップ、これは、非常に大事なので、ぜひ忘れずに、実際試合の現場や練習では、そういうこと、そういう3点に意識して、取り組んでみてください。で、先ほども申しましたように、チャージング、まあ、オフェンスのファールにならないように、押し込む時の、力加減も、大切なところなので、ここら辺は経験も伴ってくると思うんですけれども、経験や、相手のディフェンスとの駆け引きも、伴ってくるところですけれども、一度、とならずも、2度3度と、繰り返し、経験することで、感覚っていうものをぜひ覚えていってもらいたいなと思います。 V カット。
クイックエットでした。はい、まあ今回のカットはこういう感じでしたけれども、また次回、いろんなカットと組み合わせて、応用してみてください。まあ、実践で使うっていうのが一番大切で、それを使えるようになるには練習で繰り返して、練習するっていうのが重要なので、ぜひ試してみてください。もしこの動画気に入ったって思える方は、サブスクライブぜひよろしくお願いします。Thank you. Please subscribe. ではまた次回よろしくお願いします。終わり。